オラピョーショボイシャークネンディー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディー参上です。今回もやってまいりました和訳解説動画、早速やっていきましょう。はい、ということで今回解説する曲なんですけども、ドーチーのキャットフィッシュという曲を解説させていただきます。すいません、ドーチー連続なんですけども、本当に彼女のスキルに圧倒されていて感動しているので、ちょっと連続でドーチーを解説させていただいている限りでございます。で、今回の曲名なんですけども、ナマズという意味の、キャットフィッシュという単語なんですけども、実はこのキャットフィッシュにはスラング的な意味がありましてですね、簡単に言えば SNS 上での捨てアカみたいな感じですね。本人ではないけど別の人を SNS 上で装うことをキャットフィッシュっていうわけなんですね。そういった意味合いも今回は入っている感じでございます。で、同時についてではですね、最近立て続けに解説していっておりますので、ぜひともその解説動画を見ていただいて、同時がどんな人なのかをご確認くださいということで、早速解説いきましょう。と、すいません、その前に言い忘れてたんですけども、 Denial is a River っていう曲があるんですけども、同じくドーチーのアルバムの中でこのキャットフィッシュの直前の曲なんですね。で、今回ちょっと面白いからくりがあるんですけども、ちょっと流します。この曲ウーサーで終わるんですけども、キャットフィッシュのフックの部分ではそのウーサーとライミングをしているわけなんですね。なので曲をまたいでのライミングという面白いことをやってるわけです。で、このウーサーに関してはバッドボーイズっていう非常に有名な映画の中のキャラクターがストレスを緩和するためにウーサーって言ってたんですけども、そのシーンがいっぱいまとめられたものがあるのでちょっと流します。ウーサー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 ウサ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 、なんかストレスを和らげるときに使う言葉で、なんかヨガ的な意味が確かあった気がします。そのウーサーを明らかに意識して使っているウーサーなんですけども、繰り返しですが今回のキャットフィッシュのフックではそのウーサーと曲をまたいでのライミングをしてるっていう面白い部分があるっていうことを踏まえて解説の方いきましょう。で、ミュージックビデオもかなりかっこいいんですけども、ビートもですね、本当にどぐろいビートでめちゃめちゃかっこいいビートだと個人的に思います。かっこいいですね。めっちゃかっこいいですね。フック入っていくんですけども、 Tell a bitch hoorah って言ってますね。この hoorah で早速さっきのウーサーとライミングしてるわけですね。で、この hoorah っていうのがアメリカの海兵隊たちがよく使う言葉であり、士気を上げるような掛け声なんですね。なのでビッチに hoorah って言えっていうような入り口ですね。で、step up in this bitch, I look too fly って言ってますね。この too fly と hoorah ともちろんウーサーでライミングを続けていってるんですけども、この too fly っていうのは行けすぎてる、かっこよすぎるみたいな意味があるわけですね。なので step up in this bitch, I look too fly っていうのはこのビッチに私が入ってきてかなりイケてるような状態だよみたいなことを言ってるわけですね。で、ここでのビッチは普段なら人に対して使うものであるんですけども、これビッチっていう言葉はかなり魔法的な言葉でいろんなものに使えるんですけども、この場合はこの場所って意味なんですね。なのでこの場所にとってもイケてる状態で登場したぜ私がってことです。もちろん場所的な物理的なことも言ってるんですけども、この曲でもってことですね。かっこいいですね。 Cop the Dior shit on Ventura って言ってますね。これ Ventura っていう単語の最後の Chura で To fly と Hura と Woosa でライミングしてる感じ、面白いですね。リリック的には Dior を Ventura で買ったって言ってる感じですね。ベンチューラっていうのはそういう高級ブランドが並ぶような店のことを言うので、そういう店でディオールのものを買っちゃったって言ってる感じですね。ここはどちらかというとこのチューラー、トゥーフライ、フーラーという前の曲のウーサーでライミングがしたいからこういう単語を使って、その単語から多分考えてて、その他のライミングを入れてきてるんだと私は勝手に思います。 Took a midnight swim in my jeweler、 直訳すると私の宝石屋さんの中で世の中の泳ぎをやってきたみたいな描写なんですけども、このジューラーっていうのはもちろんさっき言ったように宝石屋さんです。で、そこで泳いでるっていう描写をしてるんですけども、いろんなものを買ってるっていう意味なんですね。で、もちろんジューラー、チューラーでライミングを続けてってる感じですね。めちゃめちゃかっこいいと思います。
かっこいいな。はい、すいません。Hating bitches clog my medulla。直訳すると、ヘイトばっかりしているビッチたちは私の内臓をいっぱいいっぱいにさせちゃうみたいなこと言ってますね。まあ、内臓のまたさらに中のことをメジューラーって言うんですけども、私の感情をいっぱいいっぱいにしてしまうぜ、苛立ちでってことなんですね、おそらく。で、ここでももちろんメジューラーでライミングしてます。 I showed the bitch my pen, then I schooled her。 直訳すると、あのビッチに私のペンを見せて教えてやったみたいなこと言ってますね。で、この schooled her っていうのが教えてやるなんですけども、まあ、学校的に教えるみたいなニュアンスというか言葉遊びなんですね。で、もちろん schooled her で、ウーサーとジューラーとかトゥーフライとかで、まあ、ライミングを繰り返していってるんですけども、このリリックでは何が基本的に言いたいかというと、私のペンってことは私のリリックなんですね。なので、私のリリックで彼女に教えてやったぜってことですね。私がどんだけスキルがあるかをってことですね。Shout out Essay, Dem and My Chulas って言ってるんですけども、ここは基本的にエセイとチューラーズがスペイン語なので、まあ、メキシコ系の友達たちとかスペイン語を使う国から来た人たちに対して使ってるんですけども、このエセイとチューラーっていうのが私の仲間みたいなんですね。なので、私の仲間たちにシャウトアウトを送るって言ってる感じです。で、チューラーズで相変わらずライミングしてる感じですね。で、ドチ・ザ・ドン、ドチ・ザ・ディーン、ドチ・スプリーム、The Swamp Ruler。 ここで面白いライミングを続けていってるんですけども、あえて途中でチューラーズとかウーサーでライミングせずに、その代わりにディーンとスプリームでライミングしてるんですけども、最後の最後にまたチューラーズとかジューラーのライミングスキームに戻ってルーラーで終わらせてるっていう素晴らしいライム戦争をやってますね。で、ドチー・ザ・ドンっていうのはもちろんドチーがドンだ、ドチーがディーンっていうのはドチーが学部長だって言ってますね。で、ここで学部長を使ってるのはさっきの schooled her と結びつけてるわけですね。学校的に教えたっていう言葉のチョイスをあえてしたので。で、ドチー・スプリームっていうのがドチーはシュプリームだって言ってるんですけども、シュプリームの元々の意味としては、まあ、最高級って意味なんですね。ただ、シュプリームは言わずもがな、あのメーカーのことも言ってるので、言葉遊びしてる感じですね、このシュプリーム。もちろんさっきディオールとかも出してきたので、そういうブランド的な要素も結びつけてる感じですね。で、The Swamp Ruler って言ってるんですけども、これスワンプは沼なんですけども、ドーチーはフロリダ出身なんですね。で、フロリダにはいっぱい沼があることで知られてるわけですね。なので、フロリダの彼女が育ってきた地域をスワンプ、沼って呼ぶ人もいるし、彼女は最近1ヶ月間ぐらい曲を4つか5つぐらいミュージックビデオとともに YouTube に上げる動きをしたんですけども、その上げてきた YouTube をまとめてスワンプセッションって呼んでたわけですね。沼のセッション。なので、そのスワンプセッションとも結びつけてる感じですね。で、その沼のルーラー、沼の長田って言ってる感じです。もちろんフロリダの長だし、このスワンプセッションの長だ、主だみたいなことを言ってるわけですね。それを繰り返しですが、チューラーズ、ルーラーズ、スクーハー、メデューラー、ジューラー、ベンチューラー、トゥーフラー、フーラーと前の曲のウーサーでライミングをしてるっていう、かなり高等な技術をやってくれてるわけなんですね。で、バースが始めていくんですけども、かなりかっこいいライムスキームを続けていってるわけですね。 Freaky little, sneaky little, creepy little, whack bitch っていう、このリズミカルに歌える感じ、聞き手も気持ちいいわけですね。で、 Freaky っていうのは変態、 Sneaky っていうのは小賢しい、 Creepy っていうのはちょっと不気味にその辺に隠れてるみたいな意味なんですね。で、 whack bitch っていうのは、まあ、ワックなビッチ、ダサいビッチって言ってるんですけども、これはおそらく自分のことを嫌ってる、自分に対してのアンチだったり、自分の敵に対して言ってるわけですね。で、Creeping on me, speaking on me, sleeping on me, mattress っていう、ここもかなりライミングスキームが面白いわけですね。で、Creeping on me っていうのは私にこう近づいてきてる。で、後ろから気づかないうちに。で、Speaking on me っていうのは私のことを裏で後ろ指さして語ってる。Sleeping on me っていうのは直訳すると私の上に寝るって意味なんですけども、この寝るっていうスラングは過小評価してるみたいな意味があるわけですね。本当はスキルが高いのに、私のスキルに気づかないとか聞いたけど、私のスキルに気づかないで過小評価してる人とかを Sleeping on me とかって言ったりするわけですね。で、その寝るっていう直訳と私のスキルに気づかないっていうスラングで言葉遊びして、最後マットレスって言ってるわけですね。マットレスはもちろんベッドのマットレスのことを言ってます。で、マットレス、ワックビッチで面白いライミングもしてるわけなんですね。で、フリーキー、クリーピン、スニーキー、スピーキン、クリーピー、スリーピン
でもライミングしてるわけなんですね。はい。フリーキーリトル、スニーキーリトル、クリーピンオンミー、スピーキンオンミーっていう面白いこの言葉遊びしてる感じなんですね。本当に素晴らしいスキルだと思います。で、かっけえ。Now I got some bands to burn and bars to bend in backwards. 直訳すると、今のとなっては私は燃やす輪ゴムがあって、後ろ向きに曲げるバーがあるぜって言ってるんですけども、どういったことか。まずバンズ、輪ゴムなんですけども、これは1000ドル単位のお金のことを言います。だいたい10万円ですね。10万円単位で数えれるものをバンズというわけですね。大量のお金ってことです。その大量のお金を燃やすことができるって言ってるんですけども、もちろん実際に燃やすわけではなくて、いっぱい使うことができるっていうニュアンスなんですね。なので今使えるお金がいっぱいある、お金持ちだってことですね。そして後ろ向きに曲げることのできるバーっていう表現をしてるんですけども、このバーっていうのはもちろん自分のリリックのことを言ってるので、変則的なリリックをいっぱい書けるぜ、オリジナリティに溢れてるみたいなニュアンスが入ってるわけなんですね。なのでスキルもお金も両方持ってるっていう感じです。 It's time to wake them up because they've been sleeping on the track list. 直訳すると、トラックリストに寝すぎてるから今彼らを起こすべきだっていう直訳です。ここはさっきの sleeping on me と結びつくところなんですけども、ニュアンス的にトラックリストに対して寝てるっていう表現は、私のトラックリスト、今まで歌ってきた曲の上でみんな寝すぎてる、過小評価しすぎてる、気づかなすぎてるっていう意味なんですね。だからみんなに起こさせる必要があるって言ってるわけですね。もちろん自分のスキルでってことです。でこれもかなりリズミカルに、このライン全体で結構ライミングしてってる感じなんですね。 Now I got some bands to burn and bars to bend and backwards. It's time to wake them up because they've been sleeping on the track list. かなりかっこいいです。かっこいいですね。 Body so attractive, y'all be giving catfish. 直訳すると、まあ、体はとっても魅力的だ。まあ、これはそのままの意味ですね。で、y'all be giving catfish。 お前らはみんなナマズをあげてるって直訳ですが、ここでタイトルが出てくるわけですね。で、もちろんナマズをあげてるわけではなく、さっき冒頭で言ったように、このキャットフィッシュっていうのは捨て垢とか、嘘を偽って作るアカウントのことだったりするので、まあ、そういった意味があるわけですね。そういったやつらが多すぎるんだってことです。で、もちろんここでも attractive, given catfish でライミングしてる感じですね。で、log him off the web and every gangster's given actress ね。やつらをウェブからログアウトさせると、ギャングスターたちが女優のような感じってことがバレるみたいなニュアンスをしてるわけですね。なのでログオフさせてキャットフィッシュを剥がすとね、嘘偽りを剥がして実際に会ってみると、 SNS 上ではギャングスターっぽい振る舞いをするけど、実際はただの女優みたいなやつだってことが言いたいわけですね。でもちろん本当に男だろうが女性だろうが関係なく、めめしいやつだ、めめしいやつがただ演技をしてるだけってことがわかるってことを言ってるわけなんですね。で、log him off the web and every gangster's given actress っていうこのライミングも素晴らしいですね。catfish, attractive でしっかりとライミングもしてる感じです。かっけえな。gangster's given actress and all these fake activists。直訳すると、ヤングスターたちがこの女優たちと偽物の活動家みたいになっているってことを言ってますね。これは逆にヤングスターたちもこういう女優的なこともやったり、偽物の活動家的な行動を取ったりしてしまう世の中になっちゃったぜっていうことを言ってますね。なので日頃ギャングスターって言ってるやつらも、このキャットフィッシュをして自分を装って、違う人として装って変なことをやってるっていう世の中になっちまったぜってことを言ってる感じですね。で、 Leave me baffled, bewildered, relax a bit. 直訳すると、私にびっくりさせて困惑させてるからちょっとリラックスさせてくれって言ってるわけですね。まあ、これは何を言ってるかというと、さっきのギャングスターたちが蓋を開けたら女優とか偽物の活動家みたいなことをネット上で言うことに気づいたから、びっくりしたりして困惑したりしてるからちょっと休ませてくれって言ってるわけですね。で、ここでのライミングの面白いところが relax a bit activist で面白いライミングをしてる感じですね。で、もちろん actress でもライミングしてるし、 leave me baffled bewildered とかでも細かいライミングもしてる感じなんですね。本当にラップが上手すぎます。ここもライン全体通してライミングしてるんですけども、 Let me relax a bit, I think I need to cool it off. ちょっとリラックスさせてくれよ、ちょっとこの暑さをクールダウンさせないといけないって言ってますね。 I put some pep up in my step and then I do it up.
私のステップにちょっと準備をして、それからうまくやっていくぜっていう直訳ですね。でもここはさっき言ったように LINE 全体でうまくライミングしてるっていうすごい技術を使ってるわけですね。 Let me relax a bit, I think I need to cool it off. I put some pepper in my step and then I do it up っていう感じですね。本当に素晴らしいラップがうまい女性です。いや、かっけえな。で、ここで一つのラインで、一番最後の小節はあえて何も歌わないっていうまた技術を使ってますね。 I shine my cutlery and hit my jeweler up。 直訳すると、私のこういうナイフやフォークのセットをシャインしてる、まあ磨いてるって言ってますね。まあ、これは自分の武器を磨いてるみたいなニュアンスなので、自分のスキルをずっと磨いてるぜっていう言葉、言い回しですね。で、Hit my jeweler up、 私の宝石屋さんに電話をする、連絡をするって言ってるんですけども、さっきずっと言ってたし、この曲のコンセプトであるお金もスキルもどっちも磨いてどっちも稼ぐんだっていう、まあ、コンセプトの上の歌なので、まあ、ここでそれを全て入れてるわけですね。で、宝石屋さんについてはさっきも触れてたので、そういう伏線回収をしながらここでバースを締めてるわけですね。で、それをさっき言ったように一番最後の小節はあえて何も歌わないっていう技術を見せて、またフックに入っていくっていう面白いことをやってくれてるわけなんですね。本当に技術が高い人です。で、ここでフックが入ってくるわけですね。めちゃめちゃかっこいいです、マジで。ミュージックビデオもめちゃめちゃかっこいいですね。ちょっとごめんなさい、飛ばすんですけども、マジであのミュージックビデオ見てくださいね。まあ、ミュージックビデオはここで終わってますね。なので私も一応解説はここで終わるんですけども、アルバムの中ではもうちょっと続いてますね。ここはあえてちょっと時間短縮したいので、解説はここまでにしておきます。ただ今回はね、どんだけこのドーチーさんがかっこいいかっていうのは、まあ、伝えきれたんじゃないかなと思いますので、ぜひとも彼女のアルバムマジで聞いてみてください。めちゃめちゃかっこいいんで、ラップもうまい、歌もうまい、ビートもかっこいい、本当に申し分のない、本当に100点満点っていうぐらいのアルバムなので、マジで聞いてみてください。本当にこの解説見ていただいただけで嬉しいんですけども、彼女は多分今後のヒップホップ業界、アメリカのそういう音楽業界の中でかなり活躍する人だと私は見ております。逆に彼女が活躍しないとちょっと寂しさもあります。っていうのも、こんなにスキルフルな人なのに売れないっていうのは、ちょっと業界に問題が出てきちゃうんじゃないかなと思いますので、マジでそれぐらいすごいスキルフルな女性だと思います。皆さんドーチーをチェックしてください。本当にやばいんでってところですね。てな感じで今回は以上なんですけども、こんな感じの動画をなるべくね、多く解説して出そうと思ってますので、もしこの動画を気に入ってくださったのであれば、ぜひともチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。X、TikTok、Instagram などいろんな SNS もやらせていただいております。すべて概要欄にリンク先ありますので、もしよろしければそちらのフォローもぜひともよろしくお願いいたします。今回は最後までご視聴いただいて心より感謝しております。本当に本当にありがとうございます。次回の動画でぜひお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い人生を。